こんにちは。こんにちは。渡辺です。ゆだです。はい、ということで今日は前回引き続きということで、はい、卒業式アレンジで、今日は編み下ろしを1分でやってみたいと思います。もうできなかったら皆さん笑ってください。はい。それでは動画をどうぞ。今日使うアイテムは N ドットのポリッシュオイルとシリコンゴム2本、ヘアアクセを1つを使っていきます。よーい、スタート。まずはサイドの髪の毛を後ろに持ってきて、ゴムで結んでいきます。はい。で、下の髪の毛、後ろの髪の毛ですね、を2つに分けて3つで三つ編みをやっていきます。この時に表編み、まあ、大体約3回ぐらいですね、編んだらゴムで留めていきます。最後三つ編み部分を横にね、ほぐしていって、ちょっと広げるような感じですね。はい。で、最後にヘアアクセをゴムの部分を隠すようにつけたら完成。はい、1分18秒でした。はい、こんな感じで仕上がりました。ちょっとね、横の髪の毛、まあ、焦っちゃって出てきちゃったんですけど、1分でこのクオリティになりました。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。ちゃんとね、1分じゃなかった、1分18秒だったんですけど、でも結構すごいよね。クオリティ的にも結構よくて、やっぱね、あのママさんだったり、はい、まあ、卒業式、卒園式で、ママもできるし、お子さんにもできる。で、なんやったら、別にママじゃなくても、お子さんじゃなくても、普通の大人でも、全然おしゃれに見えるかなと思うんで、しかも1分18秒なんで、ね、ぜひ皆さん、よかったら参考にしてみてください。なんか、言うことありますか？はい、こんな簡単な見込みはありません。はい。はい。ありがとうございます。それではまた、次回の動画で会いましょう。さよなら。